小説の王女様のようですわ。カタリナ様、あの腹黒王子に嫌気がさした時にはおっしゃってくださいね。1年前のあの時より、いつでも国外にお連れする準備は整っていますから。あのジオルド様、先ほどから申し上げている通り。そうですわ、ジオルド様。とてもではないですが、このどうしようもない娘ではご迷惑をおかけすると思うのですが。いえ、大丈夫ですよ。ですから、どんな時も僕がそばにいて。いえ、お忙しいジオルド様にそんな迷惑はかけられません。いえ、この国の未来、カタリナも。カタリナもこう言ってくれているんです。カタリナがいいと言うなら私はいいよ。あなた、笑い事ではありませんわ。ご安心ください、クライス公爵夫人。どうやらですが、カタリナ。え？カタリナ、そこは大丈夫ですよ。え、本当ですか、ジオルド様。前にも言いましたが、姉さんも単純すぎるし。キース、何か言いましたか。いえ、目的のためには手段を選ばない人だと思い出しただけです。今までの最大の障壁はカタリナの気持ちだけでしたから。みたいですね。キースもお母様も。いいえ、カタリナは何もしないでちょうだい。大丈夫です、カタリナは。ジオッ、いつもこんなの。ええ、僕もそう思います。ああ、花嫁衣装がよく似合っている。まあ、そうだな。みんな、ありがとう。別にあなたの花嫁ではありませんけれ。いや、そこはさす。何か言いましたか。いや、何もしん。姉さん、私過ぎたこと。それはわ、アランの前で。あら、失礼いたしました。アラン様、聞かなかったことにしてくださいな。とにかく皆さん。いや、それならここ。そうですわ。いいですから。適当でいいとさ。ジオルド様、分かってますから。とにかく今は本当に勘弁してください。しかった。結婚したら他にもしたいことがありますので。でも、すみません、カタリナが可愛すぎるのがいけない。だから今度はこの日が来るのをずっと
っと楽しみにしていました。絶対に話しませんから。愛していますよ、僕の愛しい。